こんにちは、速稼塾の久保です。現在48歳、まもなく49歳になろうとしている私なんですけども、心がけていることがあるんですよね。40代になってさらにモテるために心がけていることは、やっぱり腐らないってことなのかなと思いますね。私もそれほど若作りが上手な方ではありませんけども、髪の毛はきっちりとね、定期的に染めてますし、それから最近はエステに行ってね、顔のシミを取るようにしていて、そのコース5回コースなんですけども、15万円ぐらいのものだったんですが、こういうのもやっぱり真剣に受けないとなと思ったり、日焼け止めを塗ったりね、あとやっぱ清潔にするようにしてるのと、服は毎年買い替えてますね。そんなに高いものを買うわけではないんですけども、ヨレヨレになったものは積極的に捨てていって、新しいものを常に買うようにしてるかなと思います。あんまり人に合わない私でもそうなんで、毎日ね、職場に行ってらっしゃる方は白衣とかね、制服をきれいにするとかっていうのも当然必要だと思いますし、あとね、腐らないことっていうのは何かっていうと、その40代になってくると特になんですけども、20代ぐらいでね、元気にやっている若者を見て、若いやつは元気だよねとか、なんか下り顔で言ったら終わりなんですよ。そうじゃなくて、やっぱりね、40代でも50代でもノリがいいことが大事なんですよ。もうフットワークが軽いことね、みんなで盛り上がってきたら、お、何に感じて突っ込んでいったりとかね、そういうふうに突っ込んでいくために、普段の付き合いで気に入られてるってことが必要なんですよ。ですので積極的に、先輩風吹かせるとかね、ちょっとおごってあげるとか、コーヒーの一杯でもみんなにこう差し入れるとかね、そういうふうな、先輩というか年かさなりの気遣いをすることによって一目置かれる、で若い者に、なんかね、年寄り扱いされないってことが非常に大事なのかなと思います。そして若い人に積極的にいろいろ聞いていくってことですよね。なんかついつい40代になってくると人に教えたくなっちゃうんですよ。自分の経験はこうで、自分の資格はこんなもんがあるっていうふうに言うんですけども、これね、若い人から見ると痛いんですよね、かなりね。ですので、自分の実績や人生を誇ることなく、そして語ることなく、むしろね、若い人にこう道を開いてあげるために、縁の下の力持ちにいつもなってあげるってことですね。そうすることによってやっぱり気づいてくれるんですよ。で、気づくだけのセンスのある方、そして礼儀正しくそれに報いてくれる方としっかりと付き合っていけばいいと思うんですよね。ですので、縁の下の力持ちの、その縁の下を覗かない方とかね、気づかない方に関しましては、積極的に最初から向かっていかなくてもいいのかなと思いますけども、ただやっぱりね、どちらかというと一目置かれない自分っていうのがそこにいるのは、やっぱ見た目がね、もうおっさん臭いんでしょうね、きっとね。ですんで、いつも若々しくいなければなりませんし、いつも笑顔でね、特に笑顔で接することだと思います。大きな声でね、はっきりとですね、声を出していくことも必要ですし、ごめんねっていうふうに片目をつぶって、これポイントですよ、ごめんねって片目をつぶって、申し訳なさそうな顔でごめんねと明るく申し訳なさそうに、ちゃんとへりくだっていくこととかね、偉そうにしないことかなと思います。で、精神的には分かるつもりだよって言葉も NG なんですよ。そういうことを言わなければならないということは、もう年寄りだってことなんで、その言葉を使わずに、アクションでね、態度で若々しさとか、なんか何々さんって元気っすよねって言われるぐらいね、逆に言われるぐらいですよ。若いやつは元気だなじゃなくて、何々さんってむちゃくちゃ元気っすね、一体何歳ですかみたいな。そしたらその時に、あ、49なんよ、もうすぐ50になるだろうって言ったら、全然見えないっすよみたいなね、そう言われたら OK ですね。そうですね。その他にもいろいろとありますけども、やっぱ見た目をね、きっちりすることかなと思いますよね。それから若い人の話題情報をきっちりと取れることかなと思います。 LINE の扱いに慣れていたりとかするのも当然ですけども、どんな歌楽しみ方を若い方が持っているのかとかね。私たちも20代の頃、もっと言えば10代の頃って、40代50代の人に全く理解されてなかったし、全く理解してくれないだろうと思ってましたよね。でも実際はそんなことなくって、表現が下手なだけで、40歳になろうとも50歳になろうとも、10代20代のやってることやね、見てること聞いてることは知ってるんですよ。もっと言ったら、10代20代の流行りを作っている人って、どっかのね、プロモーター、40代50代のプロモーターですからね。言ってみれば、私たちと40代50代と同世代の人が作ったムーブメントに対して、10代20代の方が乗ってきて、私たちの世界観で遊んでるってだけで、若い感覚っていうのは結局40代50代が作り出してるってことなんですよね、マーケットの仕組み上。だから私たちも実はね、マーケッターになる要素は持ってるんですよ。
で、そういうふうにして、どちらかというと若い方から学ぶことも多いんですけどもね。で、その元ってのは結局は同じ年代の人でしょうとかね、よく言いますけどもね、女性用の下着っていうのを作ってるのは男性だったみたいなね、そういうオチが結構あるんですけどもね、ちょっと話ずれちゃいましたけども、やっぱモテるためとかね、40代とか50代で若い人と恋愛をしたり人間関係を築こうと思ったら、自分がまずね、若いやつが元気だねみたいな遠い目をするんじゃなくて、その中に飛び込んでいっても違和感がないような自分を作り続けていくってこと、そして見た目が年寄り臭くなくて、やっぱりね、いつも新しめのね、新品に近いような服を着て、表情も明るくね、スマイルで過ごすことが大事だと思います。やっぱね、年寄り扱いされる人って年寄り臭いんですよ、はっきり言って。だからあんまり仲良くなりたくないんですよね。特に40代50代ではすごく分かります。若い人とうまくやっていける人とそうではない人とね。で、それは取りもなさずモテるモテない論争になってきて、言ってみればモテない人ってどの世代からもモテてないんで、ポツンとしちゃうんですよね。そして孤独は最強だなんてね、強がりを言っちゃいますけども、そういうということはどうなのかなと、本当は求めているんじゃないかなと思ったり思わなかったりですよね。どうなんですかね。私はそんなことをぼやっと思いながら今動画にしましたけども、他の考え方もあると思いますんで、ぜひね、またコメント欄などで教えていただければと思います。では本日は以上です。